ちょっとどうしようかなみたいなことで、どん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 動かなくなると、まあ、今度お食事もどんどん少なくなっていって、結局は筋肉も少なくなり、お食事も進まなくなりという、この悪いスパイラルの方に向かっていってしまうんですよね。動くということはとても大切なことになります。ここで家庭でも手軽にできる運動を田中さんにご紹介してもらいましょう。まずは金本さんもやっていた椅子の座り立ち運動です。椅子の前に立ち、足を肩幅に開きます。